キチャンネル。じゃっ、こんにちは。さあ、今日はですね、はい、最終回でございます。はい、阪神対オリックスの関西チームでございます。奇跡的に、はい、そうですね、あんまあの組み合わせ考えてなかったけど、狙ったわけじゃないけども、はい、うん、そうなっちゃったりましたねっていうところで、はい、じゃあオリックスから、はい、じゃあ赤間さん言ってやってください、はい、2連覇に向けて、2連覇に向けて、はい、リーグ優勝、はい、キーマンは頑張って、いかがですか。何やってんすか。はい、はい、2連覇するためには、はいはい、もうラオウの活躍が必須です。はい、はい、必須ですか。はい、まだあの1年しか活躍しません、うんうん、なので吉田正尚選手はもう安牌です、うんうん、まだ杉本は安牌になってないんですね。じゃあまだ1年なので、うんうん、分かんない。だって研究されるから、お研究だって2年目分かんないから。えだから赤間さん、はい、今思いついたんじゃないですよね。え、研究されるからっていう言葉を今思いついたわけじゃないですよね。今思いつきましたよ。え、後付けですか。いや、それも頭の中にあったんですよ。あったね。あ、はい、なので、うん、やっぱりラオウが同じようにホームランを取るぐらい活躍すれば、うんうん、あのオリックスさん行きますよ。でもトキが出てくるかもわかんない。ん、何がトキ、トキ、トキが出てくるかもわかんない。鳥、ん、鳥、トキ、トキ、トキって何。トキが出てくるかもわかんない。トキって何。え、だからラオウがいる、でいるわけですよ、はい、だからトキが出てくるかもわかんない。あ、ごめんなさい、私あれそのアニメわかんない。そう、分かんない。トキ何や、ん、何や、なんかこうキャラクター。ラオウが長男で、うん、次男がトキ。あ、そうなんですか、うん、三男はケンチロウ。へー、ちょっとごめんなさい、知りません。なんかトキってあの鳥かと思った。鳥たちよ。それもちょっと分かんないですね。え、分かんないですか。ちょっと分かんないですね。分かんない。分かんない。だけ佐藤さん歌う曲も鳥の歌、分かんないですか。分かんないですか。はい、わお、今もう総ツッコミ入ってる視聴者が。どなたの曲ですか。え、杉田香織さん。あ、そうなんですか。杉田香織さんは知ってますよ。はい、うん、ちょっと分かんなかったですね、曲は。分かんなかったですか。はい、鳥、やっぱちょっとあの一世代違うとやっぱあれですかね。じゃあラオウ杉本ですね、はい、じゃあピッチャーは、ピッチャーは私ユリア。え、ユリア、ユリアなんですか。ジャッキー、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 うん、ちょっと何言ってるか分かんないですね。ピッチャーは、はい、田島投手かなって、あの宮城投手とか山本由伸投手がいて、で去年山崎2人投手、山崎投手、山崎投手とか出てきて、田島投手ってあれでしたよね。よかったよ、去年も。はい、田島と、なんでしょうね、あの今、山本、宮城のなんかこう日本柱感がちょっとあると思うので、うんうんうん、やっぱそこになんかドーンっていう3番手が欲しいなっていう、うんうん、去年も前半バタバタしたけど、中盤以降結構安定してきたからね、はいはい、なのでもう3番手のドーンって田島投手が、うん、来る、ね、来たら、うん、さらに連覇じゃないか。じゃあ田島がトキかな。あ、トキはやっぱキーマンなんですか。まあ、北斗の拳の中ではやっぱり最重要チームですからね。あ、そうですか、うん、あ、じゃあ私、まあ、田島投手すごい行きたいな、うん、でもその後の山崎総一郎投手とか山崎幸也投手とか、うんうん、そのあたりもやっぱすごい大事だなと思いますね、うんうん、はい、すごいフォローしていくね。え、何ですか。こう忘れてませんよっていう、すごいなんか山崎総一郎幸也派にもそこも大事だよっていう、すごいなんかフォロー感あって、あの辺ちょっとなんかこうだか アビバとか、はい、シューとかもやっぱ大事だしね。うん、ちょっとわかんないんですよね、ごめんなさいね。いや、オリックスのピッチャーだっていい人なんかこうね、うん、揃ってていいなってすごい思うわけですよ。去年の今頃何も言われなかったチームがね、はい、1年でこうなるんだからね。ローテーションが揃っちゃってるわけですから、そう、大事だし、しかもみんな若いし、うんうん、じゃ里崎的に、はい、投手は、はい、山岡だね。あ、いや去年いなかったわけじゃんね。そうですね、まあ、おととしも怪我してっていう、うん、まあ、2年連続で不本意なシーズンを送ってる中でよ、うん、はい、だから要はなかったピースにまたこれがかなり上目から入ってきたら、うん、すごいことになっちゃうじゃん。そうですね、うん、だって最初山本山岡でしたもんね。そう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 、うん、でそれが怪我していなくて、はい、山岡が先発なのかリリーフなのか分かんないけど、うんうん、ここで山岡がっていうピースがなかったやつが入ってきて、うん、さらに強固になったらやばいのよ。カムバックしたら相当すごいですね、うん、でそしてもし誰かがかけたとしても埋めれるじゃんね、うん、はい、とその新たなっていうか、はい、いなかったピースが最重要ピースとなってハマったらやばいなっていう、だから山岡がやっぱ連覇に向けては
結構復活するかどうかは大きいんちゃうかっていうね。あ、それはそうですね、うん、でキャッチャーでね、はい、野手はね、キャッチャー2人だね、若月、伏見、ここがもっと打ったら、はい、打線の周りがやばい。いや、若干下位打線が締めっぽいからね、はいはい、だそこで若月と伏見、まあ多分今年も両方出ると思うんだよね、でそこがもっと打率をもう両者 2,3 分はマストで上げて、はい、ホームランはもう5本ぐらい増やして、いければやばいね。そうですね、でまあ新外国人も入ってくるし、そしたら打線の厚みがね、なるから、まあ、ここがさらに上へ行くためのもう一つのポイントだね。そうですね、でね、阪神、いや阪神行きましょう。阪神やっぱ優勝ね、はい、したいでしょ、矢野監督ラストイヤー、はい、じゃあピッチャーは、ピッチャーはじゃあケラー投手。ほ、知ってんの？知らない。どんな人か全然知らないです。でもまあ来日ね、そう、遅れてるからね、はい、でもやっぱだから抑えが、大事なんじゃないかなって、スアレス投手がいなくなったところっていうのは、まあ岩崎投手かなとも言われてますけど、そこをどう埋めて、まあ岩崎投手がこう上がったらじゃあセットアッパーね、誰が埋めていくのかっていうところもありますし、私やっぱ新外国人抑え候補なんですよね、ケラー投手が。そうやっぱそこは大事じゃないかなと思いますね。加川さん、はい、一緒です。よかった。やっぱりそこをやっぱしっかりしないと、まあ、去年もね、最後岩崎スアレスで3イニング2人で行くかみたいな感じになったから、でその周りも含めてちょっと弱いから、リリーフが、はい、このスアレスの、まあ、同じとは言わないけど、まあ、安心感ある守護神としてケラーが座れるかどうかはやっぱりこの、ね、優勝に向けてはめちゃくちゃ大事だと思うんですね。そうですね、で野手誰ですか。野手ちょっと難しいんですよ、私。でも佐藤てるちゃん、佐藤てると大山選手がどういう風に配置されてどうこう行くのかなっていうのがすごい私は注目してますけど、まあ、佐藤てるサードアンもあるしね、はい、大山ファーストとかもある、佐々木的にはやっぱね、ロハスジュニアですね。ああ、そうですか、やっぱ去年の前半もね、サンズマルテが良くて、でサンズが途中から落ちていって、でなかなか埋めきれないっていうところも痛かったから、まあ大山、里輝、近本、まあ、ここら辺はマストで頑張ってもらわなきゃいけないけども、里輝も去年50何打数ノーヒットだから、まあ、オープン戦とかいい感じでね、キャンプ送ってるけども、本番始まってどうかっていうところも注目だけど、やっぱロハスジュニアが出ても出なくても一緒だよぐらいだったら、はい、多分きついと思う、うん、やっぱロハスいるよね、クリーンアップでみたいなね、はい、感じになってくると、やっぱ打線の厚みが、やっぱこの外国人頼み感もね、やっぱこう否めないから、そういったところではまあケラー、ロハスジュニアの外国人の活躍はやっぱタイガースにとったらマストかなと、そうですね、爆発力がもっと欲しいですよね。であと、まあ楽しみなのは坂本梅野のキャッチャーの対決がどうなっていくのかっていうね、まあ矢野さんラストイヤーっていうところもあるけども、どうなっていくのかっていうところも、はい、まあ、キーマンとかじゃないけど、個人的に楽しみだなっていう。そうですね、なんか今こうやってキーマン出していったじゃないですか、私すっごい後悔してることがあって言わせないです言わせないです言っちゃダメなんですか、はい、なんか私一番応援してる楽天が一番無難なこと言ったなと思って意外と他の球団なんかもうちょっといろいろなと考えて言ってるのに、なんか応援してる楽天一番、マー君と浅村っていうね、すっごい一番つまんない、一番つまんない、やっぱなんかいろいろ考えて、無駄なとこ行っちゃったなっていうすごい、まあ、ずっと他の球団言いながらすごいそう思ってます。なんで言ったんだろうな、まあ、ということでね、はい、まあやっぱオリックスはね、はい、まあ、日本一逃してるから、そこを活躍するために、まあ、もちろんね、太田とかの若手の頑張りもいるけども、やっぱり俺は山岡が加わって、でキャッチャーの頑張りっていうところを俺は期待してるし、タイガースはやっぱこの新外国人選手とかね、ロハスも含めて外国人選手の底上げがね、チーム全体を変えると思ってるんで、まあ、日本人はもうマスだからね、活躍するのは、そういったところではまあこのね、最初の方にね、1回目で湾岸対決で、ロッテ対DeNA の日本シリーズも面白いって言ったけど、阪神対オリックスの日本シリーズも面白いからね、めっちゃ見たいですよ、阪神ダービーでね、去年もそれもありえたわけだね、ありえたからね、そういったところも、はい、ちょっとね見てみたいっていうね、楽しみで応援していただきたいと思いますし、はい、皆さんのね、キーマンをコメントに書いてもらいたいですね、はい、ありがとうございました。